釈組むという字に行きます。まずまっすぐの右上がりの位置、これに収まるような、これよりも中に収まるようにこの縦を持ってきますね。そしたら中心よりも左から立ち気味に払って抜いてきた時に、まあ、半分か半分にちょっと上ぐらいで終わる感じですね。右はこれよりも上から出発して左よりも下がらないように、この線は右の下3分の1あたりのところで真横に閉じます。上の位置から45度ぐらい、まあこの位置に近いですが、この長さより少し長めぐらいかな。斜めに降りてきて抜きますが、辺よりもちょっと下に下がってよいです。この、交わったところのちょっと下あたりに点ですね。